はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの平行についてお送りします。で、前回と前々回かでね、計算やってたんですけど、今回平行に関する問題を3問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば今から自分の方がね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、この前ね、視聴者の皆様からですね、俺ベクトル E って読まなきゃいけないんだよねとかって話をしたんですけど、 E ベクトルって読み方でもいいらしいですよって結構な方から言ってもらったので、そっちに戻したいんですけど、ちょっと今ごちゃごちゃする時期なので、まあ両方言うと思います。ちょっとあんま気にせずね、聞いてやってください。で、まあ E ベクトル、これをね、単位ベクトルとする。つまり大きさが1です。単位ベクトルって大きさ1だからね。で、よく単位ベクトルのことをこの E を使って表します。 E ベクトルってね。で、それをするときに E ベクトル、こいつと平行で大きさが5のベクトルを求めようと。で、これは計算とかないです。もう答え先に書いちゃいます。もう答えでバッていけるからね。はい、1番の答え2つあります。 5E ベクトルとマイナス 5E ベクトル、これが答え。多分プラスマイナス 5E ベクトルって書いてもいいでしょうけどね、俺ちょっと分けて書きたい人なんで、こうなります。で、なんでこうなるかっていう説明ですね。で、今回一番のポイントっていうか覚えてほしいのは、平行な時、ベクトルがね、ベクトルが平行な時ってどういう状態なのって、どう表されるのっていうのを知ってほしくって、例えばあるベクトル、まあ、A ベクトルって置いとこうか。 A ベクトルがこの E ベクトルと平行だとします。そしたらどうなったら平行って言えるかっていうと、その求めたい A ベクトル、まあ、ベクトル A ね、これがよく使われるのが K って使うんだけど、 KE ベクトル、つまりその平行って言いたいものにある数字がくっついた状態。もちろん1でもいいんだよ。まあそしたら同じになっちゃうけど、まあ平行は平行だからね。ある数字をつけたものになったらいいんです。例えば A ベクトルが2ベクトルとか、これ平行なの、 A と E が。で、なんでこうなるかっていうと、ずっと言ってるようにベクトルって位置関係ないじゃん。向きと大きさの話でしょ。だから今 E ベクトルがね、まあ今回単位ベクトルなんで E ベクトルは大きさが1だと。じゃあこんなんにしようか。これ E ベクトル、大きさ1だと思ってください。で、 A ベクトルが2ベクトルになってるってことは、位置はどこでもいいんですけど、この E ベクトルの2倍なのね。つまり向きは同じだけど長さが2倍の状態になります。で、これってもし3倍4倍になっても向きは変わらない。長さは変わるよ、2倍3倍になるからね、変わるけど向きは変わらないから絶対にこれ平行になるんだよね。ちょっと書き方おかしくなってごめん。こんなんなるか。だから2つのベクトルが平行って言いたいときは、それとその平行って言いたいものに数字がついた状態になれば OK なの。で、もし今 A ベクトル、こいつがね、2ベクトルになるんだったら E ベクトルの大きさは1なんだよ、単位ベクトルだから。それも決まってるからさ。で、それに2倍してるから、もちろんこいつの大きさは2になります。じゃあ1番の問題に戻ると、大きさが5になってほしい。で、 E ベクトルと平行になりたいから、こういう状態でしょ、2ベクトルとか3ベクトルとか。大きさ5にしたいんだったらもちろん5倍すればいいじゃん。だから 5E ベクトルなの、大きさ5になるからね。で、なんでマイナスの方もいいかっていうと、例えばこれちょっと大きくなっちゃうけど、ごめんね、5倍までいってないけど許して。これが向き、傾きが同じでね、 5E ベクトルだとします。大きさ5です。で、マイナス 5E っていうのはこれとちょうど反対だよね、こういう状態。これもちろん平行でしょ、2つで。大きさも5でしょ、マイナスになったって、向きが変わっただけだから。だからマイナスでも OK だよっていう、そういう風になります。いいかな。で、2番やってからちょっと消そうかな。それね、2番もね、速攻終わります。で、2番に関しては今度 A ベクトル、まあこっちのね、 A ベクトルが大きさが3なんです。これ大きさね、表してる大きさが3の時に、その A ベクトルと平行な
単位ベクトルを求めてほしいんです。異単位ベクトルを求める。で、これちょっとね、1番の方がやりやすいんでね、2番ちょっと頭パニックになる子が出てくるとこなんだけど、これどうなるか、これも答え書きます。2つある。3分の A ベクトルとマイナス3分の A ベクトル、これが答えになります。で、これはですね、問題をちょっと言い換えると分かりやすくって、シンプルに考えてね、A ベクトルの大きさ3です。こいつ3ね、大きさが。で、こいつと平行だから、やっぱり A ベクトルに、ある数字をつけたいの。ある数字をつけて、それが単位ベクトルを求めたい。こいつと平行になるようにね。で、単位ベクトルを求めるって何言われてるかっていうと、大きさを1にしてねって言ってるの、結局。単位ベクトルって大きさ1のことだからね。ってことはさ、A が大きさ3なんだから、ここに、3分の1をつければ大きさが3分の1になるからさ、大きさ1になるでしょ、もともと3なんだからっていう発想なんです、これ。だから3分の1をつけて、まあ、A をね、上に乗っけてますけど、3分の A ベクトル、そうすれば A ベクトルと平行だし、大きさが1になってるんです、これ。で、さっきと同じでマイナスも OK でしょって、向きが変わったって大きさは1だからさっていう風になって、こうなります。で、この1番2番はおそらく大体のワークとかに載ってます、ちょろっと。で、自分のイメージでは定期テストとかだとね、ちょろっと出されたりする。で、その時に、こうね、あ、こういう時は5をつけりゃいいじゃんって、あ、大きさ3だから3で割ればいいんでしょうみたいな感じで覚えてもらっても構わないです、別に。構わないんですけど、意外と浅く覚えてしまうと混ざります、これ。あれっつって。ん、こん時に、あれ 3E にするんだっけなみたいな。あれ、こん時5分の A だっけみたいな。ふに混ざってしまうので、一応一回頭の中で確認した方がいいです。こうだからこうなるんだよねって。今だったら、これが大きさが3だから3分の1にしたいんだよねみたいな。ふにしとくと、テストの時に、もったいないミスは減るかなと思います。いいかな？で、1番2番もね、さっき言ったように定期テストで、まあ、ちょろちょろ出される感じはするんですけど、まあ、大事なのは3番ですね、今回。まあ、主役かな、個人的には。よし、じゃあ行きましょう。まあ、問題も2行あります。ちょっと長いんでね、聞いててください。まず、OA ベクトル。これを A ベクトルと置きます。OB ベクトルが B ベクトルです。で、その時、OP ベクトルは 6A ベクトルマイナス 3B ベクトル。で、OQ ベクトルは 2A ベクトルプラス B ベクトルである時。まあ、こう置くってことね。で、この時に、PQ ベクトルと AB ベクトルが平行であることを示す。まあ、ちょっと証明問題みたいな感じ。ただし、A ベクトルは0じゃないし、B ベクトル0じゃないし、A と B は平行じゃないと。まあ、これはまあ気にしなくていいです。最後は。おまけみたいな感じなんで。だから、とにかく、これとこれが平行であることを示したいという形ね。で、さっきまでずっとやってきたように、これとこれが平行って言いたいときは、ゴールとしてはね、どっちかわかんないけど、PQ ベクトルイコール、ある数字、まあ、ここに K がよく入るけどね。ある数字 AB ベクトルになったり、逆でもいいです。AB ベクトルイコール数字 PQ ベクトルになれば平行なの必ず。っていうことができるので、まず AB ベクトルと PQ ベクトルを置きに行きます。どうなるかって形を示しに行く。で、じゃあ PQ から行こうかね。PQ ベクトル。で、これはですね、前ちょっと話したかなと思うんですけど、このままと勝負ができないし、これ全部さ、視点が O なのね。O から始まってるの、全部。アルファベットが。で、そういう時は、これも O から始まる形に戻します。で、どう戻すかっていうと、これ覚えてね。PQ の視点、左側のアルファベットを変えたい時は、右の、だから O に揃えたいんだったら、右のアルファベットの OQ マイナス、左のアルファベットの OP ってこうやって変えることができます。これ、むっちゃ使うんで覚えておいてください。視点を変えたいとき、左のアルファベットを揃えたいときだね。こういう感じ。右のアルファベットから左を引くと。で、こうなれば、あと入れるだけだからさ。入れると、ちょっと下行こうか。あれ、かぶりそうだね。OQ が 2A プラス B。で、マイナスカッコなんだけど、配っちゃうで、もうね。マイナス 6A プラス
3b イコール計算すると、まあこれね、普通に xy みたいな感じで計算ができるので、で、こうなると。ごめんね。これが pq。で、同じように ab ベクトルも置きます。これも O に揃いたいんで、右のアルファベット、引く、左のアルファベットが使えると。で、これはもうそのままね、こうやって入れるだけなんで、B-A なんですけど、ちょっと意図的にこう書かせて、本当は B-A、順番はね、ただちょっと入れ替えただけです。-A ベクトル、プラス B ベクトルと。で、あとはゴールはあれです。で、どう考えるかっていうと、こいつ、こっちね、これ、マイナス4、あ、いや、4だ、ごめん。4でくくると、こうなるよね。4でくくっただけ、こっからね。そうすると、マイナス A ベクトルプラス B ベクトルがちょうど入ってくる、ここに。つまり、PQ ベクトルは4倍の同じ、AB ベクトルって置くことができる。ね。なので、最後。まあ、一言証明になるだろうから、PQ ベクトルイコールね、こいつイコール4倍の AB ベクトル。いいね。これが AB ベクトル同じなので AB をここに入れた形です。と、表せるので言いたかった、ごめん、PQ ベクトル平行 AB ベクトルですよって。いいかな？こんな感じで証明終了となります。この平行な時に、まあ、こういう風にね、まあ、今 K って書いてないんですけど、こういう状態になるっていうのはちょこちょこ使います。で、意外と忘れます、ここ。なのでね、約ね、ちょっと今回確認してもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 B のベクトルの平行についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がね、分解、ちょっと待ってね、分解だった気がする。さあね、ベクトルの分解を次回やりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。